はい、えー、どうもすみません今映ってる通りなんですけどはい、えー、生活保護のことですねいっぱい話してきましたもう長い間ですねもう何年も、えー、やっておりますねはい何年もう何年やってんでしょうかねで、えーえー、最近はですねあの橘隆さんのねあの動画ちょっと動かしていただいてですね えまあでも,あのもう生活保護ユーチューバーの方がですねもう本当に大勢いらっしゃってですねあとツイッターにもですねあのいっぱいいらっしゃるんですねツイッターにもですねえあとはズンダモンさんっていうねズンダモンさんがズンダモンさんでいっぱいいてああなんだって思ってですねああそうなんだってだんだん事情がですね最近ちょっとずつ分かってきたんですけどはい。 えー、これがすごい記事ですね、これはね。はい、えー。日本人は水道を止められ、餓死してから、餓死してから <laughs> あー、死んじゃってからですね、生活保護の受給。いや、死んだらできないじゃないですか。これちょっと矛盾がありますね、ちょっとね、これ。えーえー、まあ。ということでですね、えー、この下、明下も読みましたね。生活に困窮の日本人は、 生活保護の受給はまず無理です。無理なんだ。あ、無理なんだ。あ、無理なんだ。<laughs> んだどういうこと。えー、無理ですって書いてあるよ、これ。書いてあるじゃないですか。ね。日本人なら親、兄弟、親戚など。三親等以内に扶養を保護してくれる人がいないのが条件。ああ、扶養ね。うん。いなければいいんですね。血族に恥をさらして貧乏生活を。 えー、公務員に認めてもらわないと、えー、これは何だなん,かあのなんかマークの公務員にですねわ、えー、かんないですねはい、えー、もらわないと生活保護の受給は無理そうか既か在日外国人の関係の方はこの対象ではないらしい、はいえー、これはちょっと私にはわからないですけども えなんかねいろんなある方はえ私のとこに書いてもしょうがないので私はこれを見てですね私はこれを見てですねあの言ってるだけなんでなんかですねあのまあなんか変なコメントちょっとつくよようにななったんですよ変なコメントつけていただいてもちょっと申し訳ないけど私にお答えすることできないんでこれ私はですねもうずっと前からですねここの出てる記事を あのー、紹介してるだけの人間なので、はいろんなある方はですねあのこちらのこちらの記事を書いておきますのでそれはあなた間違ってますよっていう方はですね、えー、この方に聞いてほしいんですね、えー、ただこの方も、えー、何にもないところからですねこういうのが出てくるわけないんですよ、えー。何にもないところからこういうのが出てくるわけないんですよ。えー何 何もないところからこういう記事が出てくることはないんですよ。うん、だからまあなんか、えー、そういうことがですね、うん、えー、起きたってことですね。はい、えー。なんかここに書いてありますね。ほら、えー、在日外国人に千二百円億円の生活保護。そのうち八百億円が在日韓国人や朝鮮人に。 医療費はは無料、下記は所帯数ですねこういうグラフまで作っちゃってるんですからこれはですねええ国籍別ねええー、これはもうね、うん、この方に聞いてくださいこれ間違ってるって方はねえー、どうですかあなんかこういうのも出てきましたねはいなんかなんか手配書って。 いいろろこの方知ってますね,これね <laughs> なんかいっぱいあらなんか出てきますねなんかねちょっとこれはあんまりちょっと映せないやばいかやばいからですねちょっと戻りましてですねこれこれもうずっと私もずっとですね「ピヨピヨのお話」シリーズ18ページとか19ページですね「え与沢翼さんですね」「与沢翼」「与沢翼先生のようにですね ちょっとお金を、ね、稼げる方法っていうかです、ね、東京都がね東京都の職員の方がですね東京都の職員の方超エリートの方ですねこの日本の首都首都ですね日本の首都東京これはもう世界的に見てもですね全世界から見てもですね、まあ、東京っていうのはですね日本の中心で、ね、あと大阪とかですね 京都とかいろいろあるわけですけどもやはり東京っていうのがですねこの中心地であるわけですね。えー、まあ都っていうんですかね昔で言えばですね。うん、えー、それで、えー、その中のこのトップの、えー、超エリート職員の方々ね方々がやってるですね1,500万円無担保で外国人の方に融資しますよというですね これをですね、えー、ピヨピヨのお話シリーズ18ページからですね、えー、ずっと喋ってきてるんですけれどもははいい録音してきてきますね、はいえー、もうなんかですね異論がそれに対しての異論は全然全くなくてですねやっぱりこれがですねあの、えー、東京都の職員の方がですね公務員の方、まあ、東京都だけじゃなくてですね 公務員の方がですねもう,もう一致協力してですねもう本当に団結して本当にもう何ですかねもう一生懸命ですね毎日毎日ですね、えー、1500万円融資してるんですね。えそれううとこの在日外国人ですね日本にね日本の,あのあこの間も福島県の1万 1>, 1万人ですね働く人がもう1万人いるわけですね福島県だけでですねこれも全部の47都道府県でですね、えー、もういっぱいいらっしゃるわけですね、えー、そして、えー、働いてない方もい,ますいらっしゃいますかねお子さんとかですね、うん、でその方がなんか悪いかというと悪くないですね日本に来ていいですよってやってるのは、えー、日本の国家公務員の方々ですね 公務員の方々が日本にどん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 来てくださいと生活保護出しますよと1500万もね東京に来ていただければ1500万円も出しますよとでまあ使い切ったらですねあの国に帰るとかねいろいろあるんですけど別に帰る必要ないのでね自己破産してですね自己破産とか倒産とかね失敗したらねしてですね それでまあ生活保護を受ければいいんですね受けられるわけですからねじゃん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 もうどん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 受けられるわけですねはいで埼玉県でもうずっとこのツイッタートレンドに出てくるのがクルド人の方がねもう8,000人超えてるそうでございましてですね福島県をちょっと抜きそうですねこれはねクルド人の方だけで8,000人ですからね もう他の外国の方もね合わせたらもうね、えー、すごい数ですああ福島県中国の方か中国の方ですねだからまあ国によって行く場所が何か決まってんのか、うん、やっぱりですね中国の方は中国の方でねであの一緒にいた方がですね言葉が通じるしですね、うん、それはいいと思うんですよねはい。えー、この外国人の方をね応援してるのは山本太郎さんでね 山本太郎さん「れいは新選組です、ね」でがねこれを、えー、昨日も録音しましたけどね、えー、この「ピヨピヨのお話シリーズ19ページをね18と19書いておきますはい、えー、それからですねなんだな、えー、まあそのくらいでよろしいでしょうかねはいということでですねこちらの記事とですね、えー、ああそうそうそう違う違う水道なんです水道 水道を私はもう長いこと言ってきてきんですよ水道水道これをちょっと言うの忘れそうになったはい水道を止められてなんですけど水道水に農薬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 が入ってるわけですね。ええこれが、えー、なんかいつかの4月からねあのもうだいぶ経ちますねもう全然あのあのどん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 緩くなってきてね。 水水道水に農薬なんですね、うん、ただ、まあ、それでも日本の水道っってていいのはやっぱ優れてるららしいですねだから水道に,水に農薬っていうのはですね別に水道局だけが悪いわけじゃなくて、うん、ただ私はその農薬っていうものもですね取り除く技術はですね多分あると思うんですけどそこはちょっとわからないですけどあと普通にペットボトルってあるじゃないですか。ね その普通ねペットボトルの方が水道水よりひどいっていうねひどいっていろんなものが入ってるっていうね動画とかねそういうのいっぱい出てるんですよ。それはもう,もう私も見たくないから <laughs> あんまり見てないですけどもいっぱい載ってますね YouTube にこれは YouTube に載ってますんでね水道水農薬とかいろんな言葉でねあの検索して出てきてねこういろんな言葉出てきますのでそういうので検索していただくとまたどん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 出てきますのでね。 あのもう見本当、ね、人生がね,ね人生の時間全部 YouTube になっちゃう <laughs>、ね、あの興味のある方はね、うん、でもそれでもいいっていう方はですねあのぜ,ぜひですねいっぱい見ていただいてねこれは嘘じゃないのね私も結構見たんですよ、うんね、そういうのもねえもう事細かくね教えてくださってる方がいらっしゃいますので。 はいえー、だからまあそれをね水のことだけね専門にやってる方でもいらっしゃるわけですよ、ね、世の中ねいろんなことに興味がね、えー、人によって違うわけでございましてですね、はいえー、ぐらいでよろしいでしょうかこの通りですねタイトルをですね、うん、で、まあ、これはですね、まあ、あの全部が全部ね受給できないとかねそういうことはないと思うので。 まああのー、このようなことがですねまあ実際起きたってことですね、うん、だからそれはまた YouTube に載ってると思いますしねえー、YouTube だけじゃなくてねこの TwitterX にも載ってると思いますのでですね、はい、いろいろですねお調べいただけたらなと、えー、思う次第でございましてはい録画あ録音させていただきましたはい、はい、また何か出てきたら、えー、じゃんじゃん動画が撮りますはい。 はい、えー、東京都一千五百万円はもうねもう何回も喋ってるんで、ね、与沢翼さんねようにですね、えー、やられたらいいんじゃないかね、情報そ商材ですね。はい、どうもすいません、失礼します。